皆さんこんばんは笑って暮らしていさすらず私はアシスタントを務めます倉島桃子ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は私たちが楽しく健康で笑って暮らせるような社会を作ろうという思いに共感したさまざまなゲストをお迎えし貴重な話を伺いながら参考にしていこうという番組です番組の主催は中部大学特任教授武田国彦先生です先生今回もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします で今回も前回に引き続きまして長谷川先生にお話を伺ってまいりたいと思います長谷川先生今回もよろしくお願いいたしますそれでは早速ですが今回の内容に入ってまいりたいと思います、はい、そうですねえっ、ー、と1回目にまあ概念考え方2回目に髪の毛を中心とした、まあ、メイクのいろんな方法ですね、はい、私も,もうびっくり仰天することばっかでした、はい、私ね実はね今から5年ぐらい前にですね え様の本までか出てる時に小、はい、木先生っておられるんですよ。ね、はい。ねはい、あの人は俺とちゃんとそういうのを気配ってるわけですよ。うん、それで僕にね「武田先生ねあのその髪の毛あの時僕何でもよかったわけ。何もしないで出ていったんです学校の先生だった」。「だめですよちゃんとねやろうという精神力なきゃだめですよ」<laughs> <に>言われてね、はい、それで僕はあのあの髪の毛染めたり。 育毛剤使ったり、まあ、するようになったんですね、はい、だけどもあの2回聞いて非常に反省しましたえもう少し60ぐらいでや長谷川先生に <laughs> いやちゃんとアドバイスを受けてやってればこんなにひどくなんなかったどくはないですかこれからでも遅くないというテーマでちょっと遅いっていう感じがしますけどねこれからまだ100年ですからね <laughs> 100年、ねはい、あとあのそう2年前に僕家買ったぐらいですからね、はい 新しくく人生を開くといいう点ででやってみたいですねそれであのあの2回目は髪の毛中心でしたから、はいまあ、今度から顔ね、はいえー、皮膚しわ、はいまあ、とかしみとかたるみとか,とかくすみとか、はい、それからお化粧の,あの本格的な仕方、はい、若い女性はある程度、まあ、基礎的な訓練はできてますから、えー、この番組は広くもう50ぐらいから100ぐらいもしくは50以下の男性。 そこらがターゲットでねその人たちが目覚めてもらうってことが大切なんでしたらもう社会は明るくなりますからねええじゃあ先生早速皮膚かんかそっちの方からお願いいたしますかしこまりましたまず最初にクレンジングですねあなるほど顔洗う顔洗うで女性はメイクをしますのでメイクを落とす道具が問題ですんか湿った髪でこう拭きますよあ えーとですね、シートタイプのクレンジングと、えーえー、オイルタイプとジェルタイプとクリームタイプとあるんですけれども絶対 NG がシートタイプです。 理由は簡単です <laughs>、ええ、あのごしごし摩擦をすると、はい、やはりシミの原因になりますので、えー、1泊2日の旅行に出かけるぐらいは、はい、いいんですけれども毎日シートタイプというのはもう絶対に NG。で、えー、私職業から今まで多分何万人の女性の肌を触ってきているんですけれどももう触ってい メイクして触った瞬間に分かるあこの人はオイルを使ってるってど、かるんですというのはどういうことかっていうと、ええ、世の中にたくさんオイルクレンジングが出ているんですけれども、はい、私はできたらオイルではなく、はい、ジェルの方がいいと思いますジェ,ジェルをこうつけてで、顔につけていただいて<ー>で乳化させていただく。 <で>あれあのやっぱり意味あるんですね僕こんなことやってるから何やってんだろうな、ね、シャッてやりゃいいのに次てやっぱり意味がある、はい、意味あります、ね、なるほどで入荷をしていただいてメイクを落としてからダブル洗顔ですねあとは石鹸であで洗う石鹸で、はい。なではいそれがとてもあのオ,イオイルクレージングっつうのは今まだこれらは持ってこらない今はオイルは持ってきてないんですけれどもでこの <laughs> この、これもすごく女優さんたちがたくさん使っている化粧水。アメリカの化粧水、これはあのコスメドラッグとかに売ってるんですけれども。どはい、あの毛穴の汚れが取れるものですね。はい,はい、はい、これもすごくおすすめです。えっ、ー、と、僕なんかは、あのメイクした後、あのメイクの人が出してくれる紙で、まず拭いて2。二回、はい。はい。そしてから、もう熱い、もう持てないような熱いタオルで拭いて。はい。はい、最後、保水剤みたいなもんで。 あれするっていうのが普通なんですけど、ね。はい、それは先生あの <laughs> テレビ局の応急処置のやり方なので、<laughs> <laughs> そのままお休みにならないで毎日やっちゃいけないと。はい、お休みにならない。それからもう一回洗う。はい。はい、僕なんかね、あのメイクの人がやってくれたからこのまま寝なきゃいけないと思ってね、洗わなかったんです。うん 石鹸でそれも熱い余裕ではなくできたら水に近いぬるま湯ぐらいでちゃんと泡立てていただいて肌の負担がないようにしてだくだから先ほどから聞いたゴシゴシとかもうタオルで僕ら男性だからねタオルでギュッギュッってやるのがまたいいんですけど NG です。顔洗った後もタオルで軽く 水分を取る。確かに美容師の方はそういうことやり方やってますね。そうですね。ゴシゴシはしそうですね。そうそう。はい。なんか僕から見るとまどろっこしく見えるんですけど、それは大切だってことですね。大切ですね。クレンジングがものすごい大切です。なるほど。それが基礎で、はい、あとは次が化粧水です。はい。はい、ええー、これ大体ミリ数でいうと二百三十ミリリットル。これが 一ヶ月に一本これを使っていただきたいんです。なるほど、なるほど。一、はい、ヶ月に一本ってかなり大変です。うん、えーとね、はい、あの僕もだからその全然知らなかったんだけど、最近はそういうから化粧あ実は買ったんですよ。僕 DHC のね、はい、男性用。そしたら今度はなんかね、他の化粧品会社の講演した時にまたもらったの。はい、男性用のやつ。はい。これでちょっとつけるとね、はい、べちゃべちゃするんです。すあ。 男性嫌ですねベチャベチャはい私の主人もダメですベチャベチャするもんだからほんのもうビリオ一滴ぐらいつけてやっとこれでいいかなってけどやっぱりあれ良くないですかそうですねあの男性はこう肌に残る感覚が嫌がるのでできたらサラサラタイプあははなるほどなるほどまああのドラッグコスメで結構ですのでなるほどサラサラのものをコットンにつかあのつけないでそうそう手であのうん。 コットンにつけるとねひげにねコットンがついちゃう。 回回か4回ぐらいバシャバシャとおそれ洗洗顔した後洗顔ししたた後後ですね<ー>1か月に1本使っていただくと、うん、これはもうあの理屈ではなく、うん、私あの毎週毎週花嫁さんのお支度してるんですけれども大体、はい、花嫁さんって1か月ぐらい前にリハーサルという行為をするんですね髪型の打ち合わせするんですけれどもどその時にお会いしてこのお話をして、はい、本当に真面目に取り組んでゃんと。 取り組めば肌も良くなそうなんです当日の肌が全く変わってきますなるほど。もうぜひそれは男性の肌なんていうのは丈夫だから関係ないってことはないないですないですもう男性女性問わず問わずはい絶対にこの化粧水を使え。はい sk 2がいいとこれおすすめなんでちょっとお高いんですあ高いはいでもこれ一本いくらぐするんですか2万5,000円万はい。 2万5000円毎月そしたらもうここのテレビ局のスタッフなんか上人じゃん <laughs> あのこれがおすすめなんですけれどもでも本当にあの薬局で売っているあのサラサラタイプのもので普通の化粧水もう石器製とか資生堂のものでも結構ですのであ,あそれはあのいくらぐらいする大体3000円から5000円ぐらいのもので十分だと思います大体 <laughs> ね、はい 放送局の貧乏な人はね1日の食費が1000円 <laughs>、はい、ですからあの3食で1000円だからちょっとなかなか大変ですねだから女性はやっぱお金がいるねだけどもこれからは50歳から100僕はこう思うんですよ50歳から100歳の人は財産もよ平均総資産4300万あの年収が約平均600万なんですよだから十分にやっていけるんですよただ今は 何に使っていいか分かんないかかなんです、はい、実は、はい、だから本当にあのいや2万5,000円でもね何に価値を見つけ<だ>んです,すかですねそうなんですよ、はい、だから今まではなえの化粧水に2万5,000円なんつうのはねまあ僕なんかなクラブに行くといつも2万円払ってんですからね <laughs> <laughs> たった40分で2万円払ってだからそれから見れば <laughs> <laughs> いいんですけどね。はい だから、その価値があるかどうか、自分がやったら自分の人生は明るくなるかどうか、ここがやっぱ勝負ですよ。そうですね。うん、もう本当にちゃんとつけた方とつけない方で全然違う。全くみ見てわかるぐらいに違いますので。じゃあ頑張ります。<laughs> ぜひ。あのこの化粧水をつけて、次は何でしょうか、はい。次はあの女性も男性も次に気になるのが、はい、シミの次がたるみですね。なるほど。はい。僕<に>シミがあって、これが気になってるんですよね。 老人性の乾パンなんですけれどもの今日ちょっと持ってこなかったんですけどネットで IKKO さんが推奨しているコラリッチっていうクリームあるんですあれで私の主人は乾パンが全部きれいに取れますのでぜひつけてみてくださいほ本当にシミが取れますのでそれはですね4000円ぐらいだったねいやいや いや実は僕もお金があるんですよ <laughs> ただそのお金があるけどつける意義ね、はい、<laughs> だからシミが取れンんだったらやりますよもうぜひ先生コラリッチ使ってみてくださいなるほど分かりました本当にあによくなりますそれはお化粧さんやコスメティックなんとかストアネットですねあネットですかネット販売です、ねはい、なるほどなるほどはい、そしたらッネットが発達したことによって 美容品は買いやすくなったわけですね。そうですね。アマゾンでも買えますので。はい。便利になりました。やっぱりネットが発達したおかげで、まあ使用感。まあ使った後の、そういったものも広く広まるようになった。のでそうですね。レビューも書かれてますしね。効能効果といったところが実感していただける。あのテレビ局の方で、あれを入れてもらいますよ。あの推薦のやつをメーカーとか。そうですね。やっぱりそれがないとね。それから、あの。 こ,のてこれはネットで配信ですから、はい、テレビ、も繰り返し見えますからね、そ,うですねそこで止められますから、そうしないとね、わーっと流れてもね、変、はいあのー、えないですからね、現実はね。 これ女性も男性も年齢とともに髪が痩せていくと同時にまつげが細くなって毛が抜けていくとやはり目力がなくなってきますので、えー、今あのエクステのサロンに行ってる方が多くなってると思うんですけれどもでもあの50代以上の方がじゃあまつげのエクステのサロンに行けるかっていうとそれもなかなか 敷居が高いと思うんですね。で、私もエクステンサロンを経営してるんですけれども、いろいろな。ええー、育毛、まつげの育毛のものを試した結果。このラッシュエディクトという、これが一番。うん、ああ、これも外国製ですか。そうですね。あ,あ,あの、ものすごく安心安全で作られています。で、これ目の上につけるんですか。朝晩、まつげの。まつ毛の際に。はい。 まつげの際にこう二十番分た二十番分のとこにこうつける。まつげの生えてるところいいですね。そしたらまつげがだんだん生えてくる。大体二週間ぐらいで結果が出ます。<ー>で私もずっとエクステをつけていたんですけれどもこれをつけるようになって、はい、全部エクステを外しました。はい、エクステって何、はい、なんですか、ね。あの伸ばすやつ。はい、エクステンションですね。はい、エクステンションね。 もともとまつ毛はなかったんですけれどもあエクセジのっていうのはこう貼って剥がすとか言ってましたよそうです塗りで1本ずつ,つつけていく行為ですねでセンチぐらい伸びました私はなるほどなるほどこれは男性も女性もすごくいいものなので、はあ、僕はそれであのこれが薄くなるから、ま、眉毛かなあ、えっと、これの眉毛バージョンもあります眉毛バージョンはいあ,あなるほど年取るとね眉毛がねやたらとピュッと伸びたりそうです、ね、全然伸びなかったりってね、はい そういうことですね。だめなってくるんですか。で、次に、あの、今お気に入りなんですけれども、やはり50代以上の方にお勧めしている。たるみケアとして、資生堂のこのリフトアップの、この美容液ですね。これはすごくおすすめです。はい。えっと、これはだから、何の薬かとたるみ、たるみケアですはい。あの、まあ、は、肌に張りが出てくるってことですか。毛穴が。 閉じてキュッと引き締まってああここの顎のラインがシャープになってくるものですね男性でも使うんですか男性も女性もぜひ使っていただきたいです使ってものすごく興味があります あそ場合はあの顔と一緒に首のここまでデコルテのここまで伸ばしたりで振り返しっていう風にやったりとかもするんですけども、はいそういった美容液も結構伸ばしても大丈夫な大丈夫ですね。できたら首までつけていただきたい。僕なんかもほら年取ってこう首がシワシワになりますから、はいできればピチッとしたいと思うんですけど、はいこういうものを役に立つと、顔と一緒に、これもこれも、はい首も全部つけていただくといいと思います。ああはいはい。 これはあのアマゾンでもものすごくレビューが高く,、ね、高く皆さん、はいい評価をされていやこちらはそこまでは 1>, えっと1万2万二千円ぐらいなの、はい、ね。なかなか稼がなきゃいけませんね <laughs> だけど、えー、とお金はあるんですよ実は <laughs> あの要するに50歳から1三0歳にってお金持ってるんですよ <laughs>、はい、ただあの食べ物もそれほどでってねそだから生きがいを 自分が自分の人生を多分僕はね思いますよあの長谷川先生に言うんじゃなくて多分これをきちっとやったらね、はい、その人の人生は2倍になりますよあそうそうそ間違いないなはい、間違いない,い,ないただ、はい、その2倍になるという実感があればはい2万5000円も2500円ぐらいに感じるようになる こですよね、ただ先生あの、興味を持って、一点買ってくださるんですけれども、うん、もったいなくって、ちびちび使う方が多いんですそれはね、あ,のあれですよあの、お化粧品を使ったことのない人だったらね、2万円とか言うとね、もう使えないですよ、怖くて。 ででも意外にですね、やはり使用量っていうのはそれぞれの良さっていうのもありますので正決められた量をやはりきっちりそれから習慣的に使うっていうのがやっぱりそのあとがだんだん結果が変わってくるみたいくんですよね。少ないもので結果が出ないよりもちゃんと最初は適量を使っていただいて最初にどんと結果を出していただいた方が続くと思います。そそれから僕ねあのそのああそ 一応ケアをしようとかその髪の毛に少し育毛剤つけようとか最近ではあのその保湿剤ね、はい、そういうのが習慣するとね今までね男だから風呂に入って出るとバーッと拭いてさーっと他のことしたけど、うん、そこにワン呼吸を置くような生活態度になるんですよ慣れがね。はいはい 若干かかりますね。またそういうものにこう意識が向けますと、そうすると中の部分、体の中の部分にも興味がいったりとかして、食べ物をちょっと変えてみたりとか、まあ健康っていってものもだんだんとこう意識するようなそんな流れにもなることあるかもしれないです、ね。そうですね。はい。じゃあ次に行きましょうか。はい、基礎化粧はあの以上になります。はい、すなるほど。はい、で次にあの、はい、メイクアップなんですけれども、ええええ、えまずあの。 肌作りというのがとても大切です、はい、ファンデーションですねええ女性は特にファンデーションを必ずつけていただきたいんですけれども、うんはい、ファンデーションをつける前に、えー、日焼け止めを必ず塗っていただきたいですあなるほどそれは、えー、どんな商品でも結構ですのであ,、はい、あの UV の数値がだいたい25から50ぐらいのものを、はい、それは出かける前につけるんですかそうですねああなるほどはい。 でお顔にしっかり日焼け止めをつけていただいた後にファンデーションを塗っていただくあなるほどこれを毎日のルーティーンにしていただきたいと思います。でファンデーションも、えー、1回目でお話したんですけれども今のトレンドはツヤ感ですね。でつを出すというのはツヤが出るファンデーションを使わないとツヤが出ません。なるほどでファンデーションも、えー、パウダーファンデーションリキッドファンデーション、うん 固形のファンデーションと、何種類かあるんですけれども、一番艶の出るファンデーションは。クッションファンデというものになります。クッションファンデ、えー、どこのメーカーも今出しています。はははポンポンって、は,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 はい、ポンポンってあ。これは、あの、女性がよくポンポンってやってるやつ。そうです。そうです。ははは。で あの中がファンデーションになってますのでポンポンってしていただきましてこういうふうになってますのでこのままポン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 ってしていただくだけで艶が出てきます。えーとファンファンデーションっていうのはなどういう機能を持ってるんですか。ファンデーションはえー仕上線をまあ意味としてはファンデーションは基礎ですよね。はい。 紫外線を守る目的とあ,あとは人間って必ず皮膚に色ムラがありますので,そ,です、ね、その色ムラを均一にする,る私は絵を描く前のキャンバスっていう感覚でベースでだからまあ確かにファウンデーションそのファウンデーションの一番下にケミカルな化学反応を抑えるための紫外線の吸収剤があり、はい、その上に色ムラとかそういうのを消す。 一応壁塗りみたいなものがあって、はい、それで一応キャンバスが完成すそれがファウンデーションというものうですなうになるんだはい。なので例えばシミがあったらシミを隠したいだろうしまたは小じわがあったら、はい、そこにファンデーションが入らないようにつけた方がいいですしいかにその色むらをなくしてフラットなキャンバスを作って、はい、作った後から いろいろな、そのアイシャドウとか、アイブロウとか、チークとかって言って、色をつけていく。という考え方で、間違いないと思います。わ、はい、かりました。それじゃ、それをちょっとこっちに移して。はい それでまだ、そこに一個あるの、はい、で。で、えー、これあの、私職業からですね。はい、本当にたくさんのメーカーの化粧品を。使い込んでます。もう、私の家にはもう、本当に山のように。基礎も色も全部揃っていまして。はいろ、はいろ、はいはいはい、なものを、いろいろな肌質の女性に、つけて仕事をしているんですけれども。今の流行の艶感を出すのは。 このまミーシャっていうファンデーションか、はい、あとこれマック,マックはいあのー、アメリカの製品なんですけれども、<laughs> このマックのウォーターファンデ<ー>これがナチュラルメイクにツヤ<ー>肌のあるメイクに持っていけるといやっぱりあんこれ重ったよ。えっ、ー、とやっぱりあなた女性でよく知ってますね。はい、僕なんか全く知らない。<応> <laughs> あとは自分のその肌質ですとか、まあ体質みたいなのも。 多分関わってくるかなとうですやはりプロの方にアドバイスをいただくとこういうファンデーションの何色を使ったらいいのか例えばピンク系なのかベージュ系なのか黄色みのかかったオークル系なのかもうそれは本当に1階のデパート売り場に行っていただいてお首にちょっとファンデーションを塗って色合わせをして番号が分かったらネットで買えると思うんですね。だから最初は ちょっと正規品になるんですけれどもどプロのアドバイスをもらった方がいいと思い残念だなついこの前まで松坂屋の資生堂に僕の知り合いの女性がいたんですけど、ねはい、東京に転勤になっちゃった <laughs> 先生ぜひあの東京の方にも足を運んでいただいて、で、つや肌の場合はこの後にお粉をつける方がいらっしゃるんですけれども、あのお粉をつけるとマットになるし、お粉をつけないとつや肌になります。なるほどね。あのあの粉をつければ乱反射が送るからつやがちょっと消えるわけですね。消えますね。それからそのなんですか気になってます。これはあのオリジナルのはいオリジナルの私が一年かけて作った綺麗です。 あ,あこれ何の目的ですか。はい、えっと今のトレンドの髪型、ちょっと部屋に戻ってしまうんですけどこれは髪型ですね。はい、あのあ今の髪型ってああルーズな感じの髪型がすごく多いんですね。そうするとご自分でこうコテを巻いたりセットをするんですけれども、それに適したスプレーを見つけることが難しい。ああしい例えば固まりすぎてしまってはい、はい、白く粉が吹いたりとか、または あの固まり固まらなさすぎて崩れたり私これを開発するのに1年の歳月をかけてるんですけど,どあのね僕ねテレビ局でメークしますとね必ずスプレーする時は「先生スプレーしていいですか?」って聞くんですかあれ何ですかねああの,のあスプレーが嫌な方もいらっしゃるあ,それ,、はい、あそれはだから髪に悪いとかそうじゃなくてじゃなくてですよ、ね、あなるほど僕あのいちいち聞くからスプレーは必ず聞くんですよ 嫌な方も硬いシルエットになってしまうのが嫌な方もいらっしゃるのでそれはよくね直接ピュっッてやんないで手にこうつけて髪をよるみたいにするんですけどあれは何ですかあれは細かいディテールを作りたいためですああなるほどスプレーはそのまま噴霧すると広範囲に広がるでも手につけて細かい作業というのは細かいディテールを作りたいための確か僕はよくは見てないんですけど あの、わざわざ、スプレーをこうしてから、こうやる人がいるんです。よあ、やりますね。はい、私たちもやります。なるほど。例えば、前髪の処理とか、このこめかみとか、襟足とか。細かいところにやります。で、これは、あの、若いお嬢様方も、あの、今の四十代以上のアラフォーアラフィフの方々でも。今のトレンドのヘアスタイルに合ったスプレー。そして、香りがですね。え、実は、あの。 シャネルのガブリエルという香水があるんですけれどもの、ね、その香料をちょっと入れさせていただいていますがじゃあやっありちょっとお金が高いんじなです、はいはい、そうですねプレゼントしていただけるのが一番ですなるほどなるほど、はい、そういうことか <laughs>、はい、あのね僕はあの聞いててね僕らはもちろん70代の男性80代の男性もぜひこれからやってほしいと僕もやってみますけど、えー、とやっぱりね80代90代のおばあちゃんはやっぱりね汚いですよ だからもう少し彼ら彼女たちも勇気を持ってね、はい、彼ら彼女たちはお金さえあればおそらく意欲はあるんじゃないかと思うんです、ね、そうですねだから少し意欲を燃やしてお互いにあの綺麗な感じで望みたいもんですね,そ,ですねそれからあれは何ですかはいこれもあの、はい、ドラッグストアに販売してるんですけれどもだいたい 女性って多分毎日男性もそうなんですけれど、えー、夜寝,、ま、寝る前にブラッシングってあまりせずもちろん全然してないです,いです、ね、やった経験もありません <laughs> 人生一回もしてませできたらですねブラッシングをして、えー、なんかブラッシングするとね毛が抜ける感じがするんですけど、はい、あの頭皮の血行が良くなりますああむしろこ、はい、れは硬いですねこれでこれはあの抜け毛にならない ブラシなんです私みたいに長い髪の毛の人でも抜け毛が本当に少なくブラシができてこれアメリカの製品なんですけれどもものすごいフィーバーしたものですタングルディーザーっていうんですい、これもソニプラとか杉薬局とか結構刺激ありますよね でもすごく血行が良くなるものなので、特徴としてはですね、こう歯ブラシのように先の方が細くなっていて、はいはい、高さがそれぞれの歯ハサがついてるっていうのがで、ね、で長い髪の毛でこうと、ねはい、いた時に、はいはい、あの抜け毛とか切れ毛になるんですけれども、はいはい、これはならない、はい。ならない。やっぱり髪の毛抜けるの嫌なので。そうですね。 えブラシももいいいのを使っていただきたいそうなんですよブラシやってね、はい、髪の毛抜けると僕なんかずっとしますよね <laughs>、はい、でもこれあの抜けないものをこれ寝る前にやるんですか朝晩です朝晩え例えば夜寝る,寝る前に僕あまり寝る,寝る前に風呂入らないんですが、まあ、風呂入って、はい、まあ一応つけたりいろいろした、はい、その後にこれやるんです、はい、で何分ぐらい血行をよくしていただいて<ー>全体にまんべんなくブラッシングをしていただいて寝ると 顔のリフトアップにもなりますし血行が良くなるので逆に抜け毛がよくなります、はい、血行が良くなれば髪の毛って原則的生えますからねそうですねで、うん、お値段も多分2,000円ぐらいのものなのでぜひ、はい、薬局でお求めいただけたらと思います、はい、いやまあお聞きしたいこと山ほどあってだけど今聞くとね、はい、まあ僕最初の講義を受けたってぐらいですよ4月の最初に。<laughs> だから ますよ、はい、まずこれを購入して自分でも試しサロンにも行って、はい、であのカットもしてもらいそれからいろいろ試してあの今度あ半年か1年経ったらねまた先生僕らはまあ名古屋に行く機会でもいいけど、えー、いろいろまた、まあアドバとスろるいやね僕今日話聞いたらねあまりにも僕の知識がないから。 まあ聞いだからやっぱりこれで実践して <laughs>、はい、だって僕4年前にちゃんとやって一応家内に言ってこれ買ってきてとか言ってやって全然定着しなかったんですよね、はい、実はだけど今度こそやってみますぜ<ひ>ちょっと遅いかなとは思いますが<ひ>一応やってみます。はい、はいはい ででは全部3回ほど先生にはお話を伺ってまいりましたが今後またこういった機会がありましたら定期的にという先生も話もありましたので流行というう話も気になりますすのででそね流行が変わっていくわけだからそれまた今日の話でそうですよ AKB の話もそうだけど流行にある程度追いついていくという精神力が年取らない一つのあれなんです流行と離れてしまったらもう人生は終わりですね。 はい、ただあの死ぬのを待ってる人生になります、はい、まあ年代とともにそういった魅力がき出せるようなコツをまた今後も聞いていただけたらなというふうに思います。はいはい、はい。では以上をもちまして笑って暮らしていしゃせらず長谷川先生の会話今日で終了ということになります。え皆さんまた次回も新しいゲストを迎えしての会になるかと思います。長谷川先生そして竹田先生ありがとうございました。ありがとうございました。 it's rainy when it's stormy